はい、週刊人となり、川上先生来ていただきました。はい、こんにちは。こんにちは。おー、まだ緊張してんね。肩の力入って、もう緊張しない方法、こう。もうね、緊張感も何もないでしょ、この人ね。この方向で行けばいいんだよね。友部幼稚園でね。はい。はい、じゃあ、なんだっけ。そう、私の人生をこの間からおかしいんだよね、野中先生の時からね、飛んじゃってるんですよね。私の人生を変えた〇〇、はい、川上先生の人生を変えたのは、はい、私の人生変えたのは、中学時代の部活動です。部活動、はい、ほう、何やってたの？中学はソフトボール部に入っていました。ソフトボール部、あれ、うちソフトボール部多いね。ね、川田先生も行ってて、うん、もう一人、私もソフトボール部でした。ほう、ポジションは？ポジションはレフトです。おお、はい。へえ、それで人生を変えたら何、何か経験があった？顧問の先生が顧問、顧問先生、顧問にしてたわけじゃない。ソフトボール部の親分だったのか、顧問。うん、今ね、ちょっとね、脇に西野先生が次取るのでね、見学して、顧問って言った途端にビビったよね、今ね。親分だったんだとか、あんまり親しくしちゃいけないね。そんなことない、大丈夫、大丈夫みたいです。はい、親分じゃないみたいです。親分こっちだから。違います。親分逆らったらね、私でも鈴木先生でも吹っ飛んでっちゃう。そんなことないです。ごめんね。だからね、主張して喋らないとね、ずっとね、こっちの会話になっちゃうからね。はい。うん、すごい厳しく教えていただける先生だったんですけど、はい、でその厳しく教えていただける中で、あとソフトボールというなんかチームプレーが大切さ、うん、あと上下関係を初めて学べる部活だったので、上下関係も一緒に学ぶことができたので、はい、その怒られながらもその、うん、自分の中でこう成長していく、で体力とかも一緒に学ぶことができたので、うん、私は人生を変えた出来事だと思っています。聞いた、上下関係だよ。上下関係ですね。絶対だって園長とも思ってないでしょ。違いますよ。学ぶってなんか面白いおじさんだぐらいにしか思ってないじゃない。尊敬してます。またさ、また嘘ついた。尊敬しております。本当にね、嘘つきハサミでね、ほら西野笑って大丈夫じゃん。もうバレ、西野先生にもバレてんだよ、この人嘘つきだ。もう笑い取るためだったら平気で嘘つく人だから。だって人となりで思いっきり嘘ついて、それからなんかさ、川田といいさ、この間のさ、あれ野中といいさ、嘘つき出しちゃってさ、なんかみんな浅見職になってきちゃったね。違うよね。川上先生、嘘じゃないよね。はい、これはこれは。分かってきた。へえ。ちょっと頑張って、3年間、はい、3年間続けてきました。ソフトボールの魅力とは？魅力ですか、うん、やっぱりそのなんですかね、うん、やっぱり自分の一人だけのプレーを絶対成功できないんですけど、うん、周りの人と協力できるからこそ一つの点が取ったり、うんうん、アウトが取ったりとかできるので、うん、そこがやっぱり魅力だと思います、うん、私もそう思うんですよ。私ソフトボールっていうより野球の方なんですけど、野球好きなんですけど、野球じゃなかったんですけどね、あれでね、一番いいのがね、やっぱり教育上もいいと思ってるのがね、ぜひね、小学校でやってもらいたいと思ってるのがキャッチボールね、うん、相手の胸に向かって取りやすい球をきちんと投げるっていう、うん、あれコミュニケーションだもんね。うちのね、安藤先生来た時にね、そう、投げるようなあれをして、その言葉のね、キャッチボールってやるけど、うん、ソフトボールもね、キャッチボールから入るでしょ。まずキャッチボールから入るもんね。野球でもそう、キャッチボールってすっごい大事なんだよね、うん、それが上手い人が野球上手い、うん、だから王さんでもずいぶん前ですが、野球の王さん、王貞治さんがファーストだったんだよね。で、内野ゴロだとファーストに必ず飛んでくるじゃん。誰の球が一番取りやすいかって言ったら長嶋さんだったんだって。長嶋さんの球はバツーンって胸に来るんだって。どんな体勢して、どんな派手な投げ方しても、うん、一番取りやすい球を長嶋さんは、うん、ホールって、うん、だから名手なんだよね。はい、もうそういうふうにね、もういろいろ
言葉でもキャッチボールして子どもたちと、うん、キャッチボールをしながら、ね、これからもどんどん学んでくださいって、ね、いい締め方でしょ嘘つかないとこういうふうに締められるんですよ。考え方が素晴らしいですよね。またそういう心にもないこと。だったら反省してさ、嘘つかないようにしなよ。いや嘘つかない、嘘ついてないですけど、受け狙いのためにさ。違う違う、なんかだってその先輩とかで上下関係が何だとかって、なんか普通自分が下で先輩がいたら、早く出して思ってたのね。思ってたほら嘘ついたじゃん、嘘ついたって今。あ、そっか、俺早く引退しろって思われてんだ、浅見先生。思ってないですよね。いい話でした。なんかエンディングがおかしくなっちゃった。せっかくごめんね、今くね、締めようと思ったんですけどね。はい。そう、あの乱れたのは川上先生のせいじゃありませんので、はい、恨むなら浅見先生を。そんなことない。はい。ちゃんとほら、上下関係学んでるよね。偉い、ちゃんと上立てるっていうの、偉い。はい。ということで、はい。まだまだ硬いな。はい。で少しほぐれてきたかな。はい。はい。もう目指せ、浅見先生で。嫌かい。困ってる。はい。あまりやるとね、いじめてるとか思われちゃうと困っちゃうのでね、そろそろ締めたいと思いますが、はい、じゃあソフトボールで学んだこと、友部幼稚園でぜひフルに生かしてください。はい、はい、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。